てのターゲットは武田里奈。この CM で一躍注目を浴びた若手アクション女優、先日の空手大会で見事優勝。わー、そんな彼女、今回初ドッキリを仕掛ける。恐怖の楽屋へようこそ。あ、もう本当にもう何やるんですか、もうやだ。携帯ばかりいじっているので、まずはこいつをお見舞いだ。これでも別に怖くないでしょ。これなんかセンサーだと思ったんですよ。完全にパニック状態の武田。ホラー映画みたいだね。本当にキャーってあんな綺麗に見えるんだね。電話しようとしているのか。ではこいつをお見舞いだ。うわ、もうやっぱ女の子やね。誰マネージャー、マネージャー、親です。親、ちょっと待って、おかしいことになってる。またそのまま見直す。本当に怖がってるね。さらに追い打ちをかける。なんとここで反撃。よう冷静に回ったな、一回。武田さんいいですよ。テレビジョンです。ザ・テレビジョンです。そしてエスパー伊藤が武田を襲う。ちょっと待ってください。